どうもどうも、アニメ漫画解説部の猫神イタチです。ということで今日は原作とアニメが違いすぎる約束のネバーランドというアニメについて語っていきたいと思います。アニメ5話で早くもノーマンが登場し、視聴者が大パニックを起こしているので、今日は1話から5話までのアニメと原作の違いについてまとめてみたので、よかったら皆さん最後までご覧ください。まずはミネルヴァさんのペンについて。アニメではノーマンが残したミネルヴァさんのペンをレイが元から持っていて、今後どのような方針で進むのかを考えていたかのように描かれていたと思うんですけれども、原作ではレイはペンについて一切知らず、ミネルヴァさんのペンはもともとシスタークローネが拾って持っていたものであり、それをノーマンが発見してエマに託しました。アニメでも実際シスタークローネが拾っているっていうシーンはあったんですけれども、あまり目立つようなシーンではなく、本当回想の中であったぐらいなので、ノーマンがエマに渡したというシーンはカットされているため、シスタークローネはエマたちにこの世界を変えてほしいとあのペンを託したのにもかかわらず、大切なこのシスタークローネの気持ちにね、気づけてない方々が多いのかなっていう感じですね。次はアルビピネラのヘビ。アニメではウーゴ冒険記に出てきたアルビピネラのヘビと気づいて、これを使って追ってきている野良鬼を巻こうとしますが、原作ではアルビピネラのヘビと気づかずエマたちは仕掛けに引っかかり地下に落ちてしまいます。ですがウーゴ冒険記を読んでいたみんなは、この木が本に出てきたアルビピネラのヘビだということに気づき、外に出ることに成功しました。この時にウーゴ冒険記が旅の手引き所だったということに気づきました。その3、他の農園の存在。原作ではエマとソンジュが狩りから帰る際に、農園には種類があるとソンジュはエマに言います。しかしこれはアニメではカットされており、エマとレイはグレイスフィールドのことしか知りません。そして原作ではこうも言っています。フィルたちを迎えに行くなら人数が足りない。しかしこれはアニメの5話でノーマンが仲間を連れて登場する予定だったため、全てカットされたかと思われます。その4、ムジカが挙げたもの。アニメではムジカはエマにお守りを渡しました。しかし原作ではムジカがエマにお守りと一緒に今後の鍵となる助言をこう言います。7つの壁を探しなさい。あなたたちの目指す未来はそこにある。しかしアニメではカットされているので、別のルートでアニメの方は人間の世界を目指すことになるかもしれません。その4、ユーゴの不在。シェルターには食料がたくさんあって、野菜は植えられてませんでしたが、畑はありました。人はいませんが、人が住んでいた形跡がありました。しかし原作では食料がなく、ピアノの仕掛けで隠された扉の奥にたくさん武器を置いている武器庫がありました。そして畑には野菜が植えられており、ここでアニメには登場しないある人物が原作には登場します。それがこちらのユーゴという人物です。この方は13年前にエマたちのように農園から脱獄をし、その仲間たちとゴールディーポンドに行き、鬼の密漁に巻き込まれます。しかし仲間を残し一人でシェルターに戻ります。一人で戻ったことを後悔しながらもシェルターで暮らしていました。エマたちと協力し戦うっていうのがゴールディーポンド編っていう、原作では5、6巻ぐらい描かれている、とっても長くてとっても感動する、原作を見ている方はもうとてつもなく好きなねお話なんですけれども、アニメではなかったことになっており、こちらの密漁者っていう文字もヘルプという文字に書き換えられています。ということはゴールディーポンド編がありません。それではユーゴは存在しないのか。ユーゴというキャラは漫画でクッキーを食べており、アニメの3話にですね、その食べていたクッキー、そしてユーゴが使っているマグカップも一緒に置かれているシーンがあります。なのでユーゴは存在し、シェルターにいたということになります。しかしアニメでは映っておらず、原作では食料は全然なかったのに、アニメ版では食料がありました。ということはシェルターに長く居座らなかっただけで、ユーゴは
先に外に出たという可能性があります。このクッキーを見るともう一つ疑問が出てきます。それはなぜこのクッキーが食べかけなのか、このクッキーを食べてる最中にユーゴはどっかに行ってしまったのかっていうふうに考えるかもしれませんが、私はこのクッキーをなくしてしまうと、これユーゴが食べてるクッキーかわからない状態になるじゃないですか。なのでこれはなくせなかっただけであって、クッキーが食べかけとか食べかけられてるからどうとかそういうことではないと私は思っています。ただただユーゴを示す、ヒントになってると思います。その後ミネルヴァからの電話、アニメ版ではシェルターの中にミネルヴァさんのペンを使って入れる部屋がありました。その部屋の中に入るとミネルヴァさんからの電話が来ます。しかし原作の方ではゴールディーポンドの地下室でミネルヴァさんからの録音された電話が来ます。アニメ版ではこの電話の以外にミネルヴァさんからの手紙が残されていました。でもこれって録音した電話があるのになぜわざわざ手紙を書いたのか、わざわざその二重にすることないと思うんですよ。なのでこれは個人的な考えなんですけど、この手紙はきっとユーゴが書いたのではないかなと思います。このユーゴがねなぜ書いたのかっていうのはちょっと長くなるんですけど、簡単に言えばユーゴはミネルヴァさんの録音の部屋にペンを持ってないとか何かで入れず、助けてくれる人がいないみたいな感じでもう絶望的な状態になったんですね。なんでその、今後来てくれる子供たちのために手紙を書いたよみたいな感じなのかなみたいな感じでもこう妄想が広がってます。その6、まさかのノーマン登場。アニメの第5話でですね、まさかのもうノーマンが登場してしまったんですね。アニメ勢からしたらもう、うわ、ノーマン生きてたってなるじゃないですか。で、ノーマンも、やっと会えたねってなってるわけなんですよ。でも原作勢はですね、ノーマンもう会えたねみたいな感じなの。わかります？なぜかっていうと、原作では、ノーマンは、ラムナ7214っていう研究施設の農園に入れられていました。そして、その何年も後に、エマと再会するんですね。なのでこのアニメ5話でノーマンが登場するっていうのは早すぎる再会なんですよ。そしてこの5話でノーマンが登場しましたが、たくさんの仲間を率いてノーマンはエマたちの前に現れました。身長が高い人たちが何人かいました。そしてですね、私は考えました。なかったことになったゴールディーポンド編だったら、生きてるユーゴたちとその仲間が登場するのではないかっていうふうに思いました。やばくないですか？それだと。しかしですね、よーく後ろにいる方たちを見るとですね、原作に出てくるガタイのいいアダムという仲間のシルエットにそっくりな人が一人いました。なのできっとこれはラムダ7214から一緒に脱出したね仲間たちなのではないかなと。でもユーゴで会ってほしい、ユーゴ出てきてほしいっていう気持ちがすごい高いです。はい、ということでですね、約束のネバーランドシーズン2では人間が誰も死なない、そんな約束のネバーランドになるのではないかと思っております。原作勢はですね、ちょっとこのアニメの演出にうーんってなることもあるとは思うんですけど、そうですね、私も原作は見てるんですけどね、ノーマンが登場した際には寝ながら見てたんですけど飛び起きました。はい、ということで今後の約束のネバーランドに期待ということで、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。以上、猫神イタチでした。今日もお疲れ様です。